皆さんこんにちは、なるほどテンです。今日もとじともで遊んでいきます。さあ、今明日も来てくれると嬉しいよ。すごいボーナスがいいですね。毎日ログインしたらもらえるということですね。今ずっと頑張ってログインしております。しかも今回は、レベースターライトさんですね。こちらとコラボ中ですね。ちょっと発音がおかしかったですけど、コラボ中ですね。コラボ中じゃないですね。わあ、たくさんですね。さあ、お知らせですか。そうですね、今イベントでも遊んでますけど、すっごい大きな荒玉と戦ってたの。しかもコラボキャンペーン、今毎日1回無料招集ということで、今回はですね、招集したいと思います。ガチャですね。こっちのレビュースターライトさんとですね、ここじゃなかった、招集ガチャ、こちらですね。さあ、今回はまず1日1回招集を回した後に、その前にチャイナボックスです。この前のイベントの7回招集私できますので、こちらも聞きたいと思います。こちら25個景品あって、しほちゃんが当たりですか。で、その後はお待ちかねのバレンタインと、いや違いました、チョコ大好きですけど私、まあ、今もバレンタインとかいいですよね。ずっとバレンタインが続けばいいんですけど、まあ続いても私はチョコもらえないからずっともらえないっていうですね。さあ、こちらですね、お待ちかねの、こちらで、終わりたいと思います。もしも、万が一ですね、奇跡的に紙引きしてしまった場合は、衣装をチェンジして一回戦闘してお見せしたいと思います。さあ、では行きましょう。まあでも紙引きはなかなかしないですからね。神はなかなか降りてくれないと。おお、星さんですか。おお、いいですね。キヌカちゃんってお意味するんですかね。まあ皆さんのお名前結構読み方難しい方いらっしゃいますからね。私のライブに来られてる方も読み方がよく何通りか読める方とかいらっしゃいますので、結構私も読み間違っちゃったりしてですね、まあ、萩田さんをですね、荻田さんって呼んでた時にはちょっと申し訳なかったですけど、漢字がただ違うのに、普通に私が間違ってると。さあ、では行きます。7回チャイナですね。おっと、アクションなし。しかも出ない。出ない。悲しい。あー、出なかったですね。ここ、あ、しほちゃん5個も入ってるのに出なかったんですね。さあ、諦めます。諦めるとかどうしようもないですけど。では行きましょう。お待ちかねのですね、こちらですよね。間違いないですよね。あ、紹介動画みたいですけど、紹介動画、こちらの動画でお載せするとなんか通知、著作権的になんか来る可能性がありますから、やめておきます。では行きます。11回です。さあ、出ますかね。まあさすがに1回サービスが増えてると。なんか出ましたね、今。なんか、おお、いきなり、なんか左側にマスコットが、マスコットじゃないですけど、キャラクター名がわからない。あの、可愛い子ですね。なになに？おお、ミミちゃん、サポートですか。いいですね。おお、今日はすごい。まさか。あ、きよかちゃんですね。あ、安定のですね。こちらは星2ですか。いや、そういえば、今ですね、ポテトチップスのですね、スッパムーチョさんいただいてるんですけど、嘘でしょ？すごい！神じゃないですか、神。あ、やった！すごい！神と言ってたら、神日ですか？すごい。かなみちゃんだ。いやー、嬉しい。いやー、やりました、なるほどくん。とうとうですね、神が舞い降りたということですね。いやー、ちょっと使ってみましょう。ちょっとスッパムーチョの件は後でお話ししますね。いや、特に内容はないんですけど、特に。あ、なおちゃん。結構、ニューのキャラクターも出ますね。私があまりガチャ引いてないんですけど、召集ですね。かずみちゃんですか。おっと、フェイントですか。いいですよ。どんどんフェイントしてください。向こうまで行って、またフェイントして戻ってくるとか嫌ですけど。おー、さやかちゃん。
あ、やっぱ11回って多いですよね、結構。あ、その分、健介さん、多分、どなたか使われるのか謎な方ですか。おお、きよっかちゃん。あー、もう出ちゃったから、もうあれですかね。もう一人とか、それはわがままですか。お、おお、ミリアちゃん。ああ、終わりましたか。いやー、すごい。ちょっとでは使ってみましょう。あ、これ着せ替えようと。そう、前回の動画私も着せ替えだったんですよね。まあでも、この前は、ミホノちゃんだったから。今日は、カナミちゃんですね。編成強化。被害ですよね、ほんと。ここだけなんか、マークの色違ってもいいぐらいですね。抱えてていいんですけど。着替えて気合を入れ直そっか。そうですね。私も着替えてリフレッシュしたい。さあ、ありますか？ありますね。じゃあちょっとですね。まず、かなみちゃんがどういう子かをですね、まず皆さんにですね、お見せしないといけないと。こちら可愛らしいですね。こうですね。あ、こちらまではちょっと追ってくるんですけど、さすがにこちらは首が回らないと。そうですね。こちらまで首が回ってたらちょっと私も、おうってなっちゃいますけど、ホラーゲームになっちゃう。いや、いいですね。さあ、ではですね。いきます。舞台少女に変身と。メイクアップミラクルうんちゃらと。月のうさぎちゃんですかと。まあ、名前ではわかんないですね。セーラームーンですかね。懐かしいですよね。なんでしたっけ？メイクミラクルメイクアップ、なんでしたっけ？ちょっと掛け声忘れましたけど、ムーンライトパワーですよね。この場合なんですかね？レベスタさんは何になるんですか？いやー、いいですね。あまり、私も舞台とかですね、拝見することはあまりないんですけど、そうですね、ちょっと、どんどんちょっと、あー、ちょっと操作が難しい。どうなってんの？あーれーってやつですか？わからないですね。うーん、無理ですか。ちょっと諦めます。何を諦めたかはちょっと想像にお任せいたしますけど。さあ、では行きましょう。戦闘ですね。気合を入れ直そっか。まあ、今クエストしてますから、クエスト戦ですか。イベントで。そうですね、昨日から始まってますので、まだ今日何日ですかね、5月2日ですよね。昨日私お仕事だったんですけど、5月1日だけ。今日から5連休ですね。では少し物語途中で終わっちゃいますけど、見てみましょう。演舞発表会、五花伝っていうんですかね。まあ、たくさんいらっしゃる。なんかもう剣道の試合だと思えばいいんですかね。いいです刀のよ。試合ってどうなんですか。本当、るろうに剣心さんみたいに逆刃刀じゃない限りですね。本当、当たっちゃったら切れちゃいますからね。切れないんですかね。でも本当の剣で戦うんですかね。演舞だからあれですかね、舞みたいな感じですか。綺麗に踊れたらダンスですかね。でも本当、居合の達人の方とか動画一度拝見したことありますけど、すごいですよね。シュパっていって切りますからね。なんか木刀じゃないですけど、丸太じゃないですけど、何でしたっけ、かかしちゃんじゃないけど、なんか立ってるやつですね。あ、レモンの蜂蜜漬け。いやー、美味しいんですか？美味しそうですけど。
蜂蜜レモンは飲み物でありますけど、レモンを蜂蜜漬けにしたの食べたことないですね。まあ、でも栄養があるんですかね。蜂蜜はいいですよね。私も今家に蜂蜜ありますけど、トロトロしてますよね。けど途中でですね、落としてひびが入っちゃってですね、空気が中に入るからですね、なぜかですね、トロトロだった蜂蜜がですね、ガチガチに固まっちゃったと。まあ、けど私はそれをですね、頑張ってスプーンで削りながらですね、コーヒーとかに溶かして飲んでるんですけど、まあでも蜂蜜はですね、何ですかね、豆知識ですけど、菌が増殖しないんですよ。だから、まあ要は砂糖もそうですけど、腐れないんですね。まあ、なんで菌が増殖しないかわかりますか、皆さん。なるほど、クイズですね。答えはぜひ、ウェブでお調べください。確かですね、何でしたっけ、水分がない、なかったような気がします。合ってるか分かりませんけど、確かですね、菌が増殖するのに必要な、確か水分量が蜂蜜に含まれてないから増殖できないかなんかだったと思いますけど、そうですね、こちらのストーリーですね、ちゃんと読んでると、先ほどの石が50個もらえますので、これで頑張ってコツコツと貯めてですね、次の、ガチャですね、コラボガチャとかピックアップですねに臨みたいと思います。まあ、ストーリーをクリアしてもそうですよね。増えますので。でも今のところ頑張っても、ワンシーズンというかですよね、ガチャ、召集が出てきても11連しか引けませんので、他のゲームとかですと20連、30連ぐらいまで引けるんですけど、まあ、青鬼オンラインは頑張ればですね、お、出てきました、コラボの方ですね。もう結構100連とか引けるんですけど、なかなか本当10連で動画撮ってて、なんか弾ける弾けないって言ったら普通弾けませんから、私も。まあ、でもこの前のチャイナちゃんも、チャイナちゃん弾きましたからね、星さんでしたから。まあ、そう考えると結構当たりやすいんですかね、こちら。パーセンテージ見てませんでしたね、そういえば詳細の。さあ、こちらの子はなんてお意味するんですか、タテナさんですか、人狼さんですか。いや、いいですね。こうやってコラボされてると、こちらのゲームを遊びたくなっちゃいますよね。いや、まあ、今ゴールデンウィーク中です、ゴールデンウィーク中ですから、他のゲームをですね、どんどん遊んで動画をお出ししたいなと思うんですけど。いいえ、さあ、ちょっとたくさん出てくると、どちらのゲームの方か分からなくなってくる。あ、分かりますね、ちゃんと衣装が違うから。あ、やっとお名前が読めない。かなと恋さんで、カレンさんって読みするんですかね、それが一番多分いい読み方な気がしますけど、花恋さんかもしれませんけど。あ、今の方も鈴香ちゃんって読みするんですよね。今キラキラネームの方は減ってきてると思いますけど、まあ、昔の方に比べたら結構いろんなお名前種類増えてるんじゃないですかね。昔でしたらなんとか子さんとかですね、なんとかみさんとか、まあ、さっきこのかなみさんとかもそうですけど、まあ、ようこさんとか、なんか結構最後の文字が同じ方が多かったんですけど、あ、まだまだですね。まあ、日にち長いですからね。さあ、では一回戦ってみましょう。V モードでですか。あ、ボーナスある方がいいですよね。そうですよね。でもやっぱり、そうですかね。まあ、後でちょっと見ていただいて、私が何を、どなたを選んだかですね。こちらで行きましょう。フレンドの方、来る前に終わっちゃうかもしれませんけど。
あ、そうですね。先ほどそういえばスーパームーチョの話、スーパームーチョじゃなくてスーパームーチョですね。酸っぱい方のスーパーですね。あの何でしたっけ、梅干し食べてスーパーマンのスーパーですね。あられちゃんのスーパームーチョ食べてたんですけど、いや美味しいですよね。なんかそういえばポテトチップスってこの前ライブ来られてるガクさんとか人道さん言われてましたけど、食べるときにですねお箸を使って食べると言われてたんですね。あーいいですね。ちょっと一人だけ別に攻撃してもらいましょう。じゃあ皆さんは普通に手で食べられますか、それか袋から出さないけど袋のままなんか傾けて食べられるとかで、まあ中にお菓子ですね、お菓子使って食べられるとか、まあ、私は普通に手で食べますけど、今みたいにゲームして録画中の時はですね、袋をですね傾けたまま食べますね。まあ、他にもなんか他の食べ方ってあるんですかね、何を使って食べますとか、まあ、あとはポテトチップスをなんか最近でしたらサラダとか薄塩味とかでしたら砕いて上にかけて食べると美味しいですけど、なんかこういう食べ方美味しいですよとかですね、ぜひ教えてほしいです。私もライブ中結構いろんなですねなんか食べるの好きですので、ちょっと待ってください、固まっちゃった。あ、ちょっと待って、なになになに、びっくりしました。あ、多分 LINE か何か電話か何かですかね、割り込んでこられたと。右上にラーメンマークが、あ、わかりました、私のお友達ですね。ちょっと後で動画皆さん見直してみてください。あの右上に LINE のですねアイコンのラーメンマークのですねお友達の映っちゃった。あー、そうです、私がフレンドに選んだ方ですね、こちらの子ですね。なんでこちらの子を選んでしまったんでしょうか。いや、いいですね。では奥義使ってみましょう。え、これ奥義変わるんでしたっけ。いや、いいですね。ちょっとダメージはレベル上げじゃないので22でしたけど。じゃああとはもう連携で最後奥義を使ったらですね勝てそうですね。こちら次はラストの3回戦目です。さあどちらの奥義が早いか。蝶々、ああスクルミ好きの方ですね。なんかあれですね、すごい戦い方ですね。さあやりました、いいですね。ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。他にもですね、ゲーム実況たくさんしております。あと漢字動画とかクイズ動画も出してますので、よろしかったらそちらもご覧くださいませ。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。